ジョン・ドビー・ケネディジョン・ドビー・ケネディはアメリカ合衆国の軍人、弁護士、政治家。南北戦争ではアメリカ連合国陸軍の将軍として戦い、戦後はサウスカロライナ州で副知事を務めた。1840年1月5日、ケネディはサウスカロライナ州カムテンにおいて誕生した。父親のアンソニー・マクミラン・ケネディはスコットランド出身の移民であり、 1830年にサウスカロライナ州カー将軍に移住した。母親のサランベルトン・ドビーはカムデン出身であった。ケネリはカムデンの民兵隊に中尉として所属し、1855年から1857年までサウスカロライナ大学で学んだ。ケネリは法律を学び、1861年1月に弁護士として認可を受けた。ケネリは 弁護士業を開業する予定であったが、南北戦争の勃発とサウスカロライナ州の連邦離脱により、その計画は先送りとなった。ケネディは1861年4月にアメリカ連合国陸軍に参加した。ケネディはサウスカロライナ第二不評中隊で大佐となった。ケネディはカムデン出身の友人であったジョーセフ・ブレバード、カーショー大佐のもとに就いた。 ケネディにとっての最初の戦闘は第一次ブルランの戦いであった。ケネディはその戦いの途中、ミニエインを被弾して重傷を負った。ケネディは半年ほどで回復し、大佐に昇進した。1862年6月、ケネディは半島戦役において連隊の指揮を取った。最初の指揮はバージニア州リッチモンド近郊9マイルの路上での小戦闘であった。 続いてケネディはサベージ駅の戦いに参加したが、戦闘後に高熱に襲われ、その後数週間にわたって身動きを取ることができなくなった。体調回復後、ケネディは連帯とともにメリーランド戦役に加わった。ケネディはハーパーズフェリーの戦いでストーンウォール・ジャクソンの軍に加わった。続いてケネディはシャープスバーグの戦いで、 ジョセフ・ブレイバード・カーショー巡将の旅団と共に北軍に対する反撃作戦を行った。ケネリは北軍の第二軍団の一部と戦うことになったが、最初の突撃で苦戦し、負傷した。ケネリは足の甲の骨を折り、アキレス腱を痛めた。ケネリは間もなく回復し、再び現場に復帰した。ケネリはハウエルコブ殉将の補佐として、サウスカロライナ第二不評中隊と、 第8不評中隊を指揮した。1863年、ケネディは、チャンセラーズビルの戦いとゲティスバーグの戦いで、効果的に連隊を統率した。1864年、ケネディは、バレー戦役からピーターズバーグ包囲戦にかけてを、ジョセフ・ブリバード・カーショー順将と共に戦った。1864年12月、ケネディは、戦時臨時階級としての順将に昇進した。 ケネディはラファイエット・マクローズの師団に割り当てられ、旅団の指揮を担当した。ケネディはカロライナ戦役に参加し、ベントンビルの戦いなどで北軍のウィリアム・シャーマン将軍と戦った。そして1865年4月、ケネディはノースカロライナ州グリーンズボロにおいて、ジョセフ・ジョンストンの軍隊と共に降伏した。ケネディは南北戦争中、十五回の銃撃を受け、 体の6箇所に傷を残した。南北戦争終戦後、ケネディは農園業に従事した。ケネディは農園業を1877年まで続けた。ケネディはカムデンにおけるフリーメイソンの活発なメンバーとして評判を獲得した。ケネディは1865年に民主党からサウスカロライナ州会議員に選出されたが要求された先生を 厳格であるとししして拒否し着任しなかった1878年、ケネリは再び民主党から衆会院議員に選出され、着任した。1880年、ケネリは修復知事に選出された。ケネリは1882年に州知事を目指したが、民主党大会においてヒュー・スミストンプソンに敗れた。 ケネディは1881年から1883年までサウスカロライナ州フリーメイソンのグランドマスターを務めた。1884年、ケネディはサウスカロライナ州代表の大統領選挙人となり民主党への投票を行った。1886年、グローバー・クリーブランド大統領はケネディを真の上海総領事に任命した。 ケネディは1889年に帰国し、カムデンで弁護士業を再開した。1896年4月14日、ケネディはカムデンにおいて脳梗塞で死去した。ケネディの遺体はカムデン市内のクエーカー墓地に埋葬された。1857年10月28日、ケネディは地元カムデン出身の女性、エリザベス・カニングハムと結婚した。 二人の間には七人の子供が生まれた。アニーカニングハムケネディエリザベスマクミランケネディ、マーガレットドビーケネディアルフレッド・エドワードケネディジョセフィン、エスターケネディエリザベスエイ・ケネディサラドビーケネディ。ありがとうございます。